はい、こんにちは。投資家タクです。今日はラブ売りさんが僕に対する動画を出してくれたので、まあ、ぜひね、僕からも、えー、アンサー動画やりたいと思います。よろしくお願いします。で、えー、ラブフリさんのね、動画結構見てくれてる方もいると思うんで、まあ、その内容ってあんまりね、えー、しっかり話さなくてもわかると思うんですけど、えーまあ、ラブ売りさんがね、 えー、最近さ、あのー、自転車とかなんかこう文字ばっかりの、えー、動画で何も喋ってなかったんですよ。でまあもう底辺商法やめたのとかさ、えー、僕は結構言ってて、えーまあ、前から言ってたんですけど、あのー、ラブフリーさんね、あのー、昔はさ投資系 YouTuber でさあのトルコリラ を熱く語ってたのにさ、いきなりさ、なんか底辺商法をしだしたからさ、<laughs> えっと、これ絶対底辺商法でしょって、あの、思ったわけなんですよ、僕は。うん。それでね、まあ、言ってたわけで、えー、まあ、以前もね、あの、ラブフリーさん、その底辺商法でしょって僕が言ってるに対して、コメントをいただいてて、してくれて、いやー、ほんとありがとうございます。まあ、なかなかね、 あのー、アンチが多くて人気のねラブフリーさんにあのー、アンチが多いラブフリーさんになかなかねあのー、なんだろうアンサー動画ね出してもらえるっていうのはねうんなかなか光栄なことですね、うん、でまあ正直ね、あのー、みんなね みん,なみんなかは知らないけど、多くの人は、底辺商法だと思ってるんですよ。で、初めて動画見た人は、あのー、あこの人なんかちょっと仕事してなくて、えー、なんか自分のこと底辺だって言っててかわいそうって、こう見てくれる人もいるかもしれないんですけど、結構長く見てる人は、あのー、みんな分かってますよ。うん それでまあ僕が動画をね、えー、何回も上げてたことに対して、まあ、ラブフリさんがね、えー、今度は僕に対して意見を言ってくれたわけです。で、まあ、ラブフリさんの主張的には、あのーまあ、いろんなね、いろんな YouTuber の方と、えー、こうに対して答えたりとかアンサー動画出したりして、えー、こう,うまくね、こう絡んでいくことが いいいんじゃないのっていう話をラブフリーさんはしてました。で、まあ正直ね、それは分かるんですよ。うん。分かります。あのラブフリーさんに言ってることも気持ちも分かるんだけど、だけど、ただ、ただね、あの、ちょっとね、頭のおかしい系の人たちにはちょっと構わないんですよ、僕は。うん。あの、ちょっとね、変なやつまで構うっていうのは僕はね、良くないと思います。 うん、だからちゃんとね常識があって普通の人 <laughs> であれば全然あの構いますので、えー、そこに対してはね、えー、面白いと思いますし、えー、なんかアンサーするんですけどちょっとね変な人って結構いっぱいいるんですよいわゆるねこの婚活業界っていうのはもうあのコンプレックスの塊なんですよあの僕以外の人見たらわかるじゃん みんなコンプレックスの塊なんだよね。うん、で、あのー、そういう人とはさ、あのー、まあ、僕はね、あんまり絡みたくはないわけ、正直言って。あのー、なんだろう、こう、ラブフリーさんはね、すごくこう、なんだろう、こう、人と付き合うのが好きでね、えーまあ、心理学やってたのかなんかだと思うんですけど、そういうのはいいと思う、あの、何 人とののの付きき合いいが好きななかもしれないんですけどあのー、僕ね、別にネットでそこまでなんか深めようと思ってないし、えー、リアル社会も忙しいので、別にね、そこまでなんか、あのー、なんだろう、人付き合いをしたいとかも思ってないんで、別にね、なんかアンサー動画とかは、まあ、ほぼやらないかな。で、 僕はね、基本的にはあの嫌いな人とかあの変な人に対してアンサー動画やらないですから。うん。わかりますだからまだちゃんとしまともだなって思える人以上の人じゃないと僕はアンサー動画しないので、うん。まあ、僕の動画だから自分がね、えー、好きなこと言って好きなね、えー、思う人に対してアンサー動画出せばいいわけで。 なので、まあ、僕はね、今のところそういうふうに考えております。で、そうだね、その別のね、そのないラブフリさんが僕に、まあ、アドバイスというか、なんだろうな、まあ、アドバイスなのかもしれないんだけど、言ってくれた中でさ、僕に意見言ってくれた中でさ、まあ、僕、昔さ、 あのー、俺的 FX の j さんをいじってたことあったんだよ。で、あのー、ソロで動画もを、まあ、見てるって、ね、結構昔だなと思って、昔からよく見てくれてんだなと思いましたね。あと、あのー、FX 借金男ね。借金をして FX をし,していくっていうね、あのあの動画、あれもね、最初から見てます。あれはまだ 6ヶ月ぐらいしか経ってないんだと思うんだけどあの人はねそこまで YouTuber 歴は長くないんだけどうんとかそのあたりを確かにいじってたなと思いますねただやっぱりねこれからはねそのなんかいじるっていうよりかはなんかこうその人をいじるんじゃなくてその人を盛り上げるためのエンターテインメントとしてやるっていうのは僕はね うん、別に悪くないいと思います、えー、僕はね結構あの俺的 FX のジンさん結構ねあの配信者としては昔から好きだったんですよ昔からってそんな古くないけど最初の配信からずっと見,、まあ、見てたんですけどただまあ人としてね好きかどうかっていうのはまた別で、まあ、配信者としては僕はねあの面白いと思うしあの投資家としてもね 投資家としてはだめかな、うん。あの、あの、なんか、高値県とかで、高値圏でお金をね、つぎ込んで、あの、脱税バーとかマイナスになってるから、まあ、その投資家としてはね、ちょっと微妙だし、人としても微妙なとこあるけど、配信者としては結構好きな方なんで、うん、また、また j さんについてやろうかなと思います。 仁、ね、さんについてね、あの辞めた理由っていうのはね、いろいろあって、ちょこれ最後にちょっとそこだけ語りたいなと思うんですけど、仁さんについて配信あの、いじるのやめた理由はね、あの,あの方はねあの、アンチがいっぱいいるんですよ。 <laughs> あのあのー、ラブフリさんもそうなんだけどあの人で、ね、アッジが異常に多いからさあの人に対してあのい,じりいじり動画出したら特にねジンさんについていじり動画出したらいや俺しかもっといじるぜっていうやつがいっぱいいてあの炎上しちゃうんだよ。 あの、俺しかアンチだぞ、みたいな。いやマ、マウント取らなくていいから、僕別にアンチじゃないってないんだって言って、ね、言うんだけど、あの、俺しかアンチなんだっていうやつがね、こう、マウント取ってくるから、もうね、ちょっと途中でそれやめたんですけど、まあそういうこともね、ありながらね、あれ昔の話ですね。かなり昔の話。懐かしいなと思いました。ということで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。